にゃせよ、リーケイです。今回は、南大門市場を食べ歩きしていきます。南大門市場、韓国語で南大門市場っていう場所は、有名なのが、野菜ホットクやテレビで紹介されている、大人気のワンマンドゥっていうのが有名。けど、それら以外にも食べ歩きできるようなものがたくさん置いてあるのが南大門市場。その南大門市場で今回は6店舗、食べ歩きしてきたので、南大門市場の様子も映しながら紹介していきます。場所はフェヒョン駅という最寄り駅で、南大門市場から南大門市場からすぐ近くにある場所です。エリアとしてはソウル駅のすぐ隣がフェヒョン駅になります。そうこうしているうちに南大門市場の中心街にやってきたので、早速食べ歩きを開始していきたいと思います。それでは、カジャー。洋服が置いてあるファッションメインの通りにポツンとあったのがこちらの南大門トッカルビ。トッカルビのお店が他に特に見当たらなく、ここで食べるのありだなって思い決めて注文します。トッカルビ自体は1個から食べることができ、1個で3000ウォン、約300円になっています。クレジットカードでの支払いも可能。そして出てきたのはカップに丸々入った大きなトッカルビ。トッカルビの見た目だったり味はハンバーグに似ています。ただ似ているけど、トッカルビの方がちょっと甘めな味付けになっていて、甘いハンバーグって感じが分かりやすいかも。このお店のトッカルビは拳みたいな形のトッカルビで、油の旨味がたっぷり表面にも浮き出てるような形。一口かじると肉汁がいっぱい溢れてきてこぼすぐらいです。予想以上に肉汁が中に詰まっていてたまらないほどの美味しさ。そしてお肉の食感は柔らかい感じでした。そして次のお店を探しながらいろいろ市場をブラブラします。なんでも市場の食べ歩きの情報が実はネットで探しても全然なくて、現地でリアルタイムで見て気になったお店に入っていくスタイルで今回行っています。最初に全体的に回って分かったことが、結構ネットにないお店がたくさんあったということ。カベギやチョッパル、トッポッキに基本的な食べ歩きができるようなお店は置いていた印象です。なんであんまりネットに情報がないんだろうって不思議だけど、もしかしたら野菜ホットクの人気がすごすぎてないのかなって。ホットクのお店も3店舗ぐらいあったり、ハットグのお店もねあったり。まだ韓国ではハットグ食べてないなと思いつつも、ハットグ食べちゃうとお腹に来ちゃうので今回はなしに。チゲがいっぱい置いてある通りなんかがあったり、食べ物のお店が想像以上にいっぱいあって、これは結構迷うなってなる。そしていろいろブラブラしながらお目当ての野菜ホットクのお店がなかなか見つけれず、ちょっと迷子になってます。そうやってブラブラしまくっていたらやっとたどり着いた。この行列ってもしかしてと思っていたら、まさに探していた野菜ホットクのお店に巡り合えた。なんでも野菜ホットクっていうお店で、多分なんでも市場で一番の行列なんじゃないかな。特にこの日は休日だったっていうこともあり、お客さんが常に絶えない状態です。そして待つこと20分ほどでようやく僕の番に。1個1500ウォンの野菜ホットク。フルーツがたくさん入ってたタレを最後につけてくれて、すごい美味しそう。僕の手のひらより大きいんじゃないかなって思うほどの巨大ホットク。食感はパリパリしていて、表面のフルーティーだけど濃いめのタレの味がすごく良くて美味しい。中にはみじん切りになった野菜とチャプチェの麺が入ってて、野菜も想像以上にたっぷり入っていて、ホットクの相性も良く、これはだいぶ美味しいホットクですね。正直名前から別にそんなに期待はしてなかったけど、これは20分でも並んで食べる価値あると理解できました。
また南大門市場に来たら、これは絶対食べたい一品だなってそう思います。そんなほっとくのお店の隣にはこのようにおでん屋さんが。寒くておでんが美味しい季節だから迷わず速攻おでんに飛びつきました。一番手前のから取ろうとしたら、こうやってアジウマが取ってくれました。ありがとうございます。韓国のおでんは注文も何もせず、最後に食べた数を伝えてお会計するスタイルです。このお店は1個700ウォン70円ほどかなで食べれて、3個で2000ウォンだから200円ほどで食べれます。おでん自体はまあ普通のおでんかなって味だけど、寒いからそれでもかなり美味しく感じ、やっぱり冬におでんは欠かせないなって。このおでんもすごく美味しい特製ダレが実はそこにあります。リンゴやレモン、あとは唐辛子でしょうかが入った特製ダレ、これを早速つけていきたいなって思う。このタレがオイスターソースみたいな味わいなんだけど、深みはこっちの方が強くて、でも辛さはそんなにないから、もうこのソースの虜になっちゃいそうです。おでんにソースつけて食べるっていう文化は僕にはなかったし、したことがないから、このソースが美味しすぎておでんとの相性もいいって今回分かって、本当にすごい時間を過ごしたなって。このソース、このホットドッグのお店にもあったから、おそらく同系列のお店なんだなって。ちなみにおでんなんですけど、このように先端の方にはないので、こんな感じで引き寄せてあげると食べやすいです。もちろん紙コップを使ってすることもできるんですけど、紙コップだとちょっとこぼしそうだなって僕はいつも思うので、ああいう形でおでんを引き寄せます。そしてもちろんおでんのスープも楽しめる。薄すぎず濃すぎずのあったかいスープが寒い体をポカポカにしてくれるから、外で飲むこのスープは最高すぎですね。次に食べるのは、最初にブラブラしていた時に見つけてちょっと気になっていたトッポッキのお店、エナトッポッキっていうお店です。ただトッポッキを食べるのじゃなく、今回食べるのはソトックソトック。ソトックソトックはお餅とソーセージが串に刺さった美味しいやつです。トッポッキでも良かったけど、個人的にソトックソトックが大好きなので、僕は誘惑に負けてソトックソトックに。1本3000、5000ウォンです。コチュジャンなのかな、ヤンニョムなのかな、のタレがたっぷりついたソトックソトック。パリッパリのお餅とソーセージ、これがたまらない美味しさを持っています。ソトックソトック自体は新大久保でも人気のメニューだから、新大久保のレストランとか行けば食べれると思う。だけど、韓国本場はその新大久保のソトックソトックよりも一回り大きいサイズを屋台で販売しているから、食べ応えも抜群です。また、ソトックソトックのタレはちょっと薬味っぽい風味がするっていうのが特徴なんだけど、あまり気にならないから全然美味しく食べれるかなって。しかも食べ歩きにちょうどいいボリュームだから、なんでも市場でこういろいろ食べ歩きしたいなっていう方にもおすすめできる一品ですね。そんなソトックソトックを挟んで次に向かうのは、今回食べたいと決めてたもう一つのお店、それがソンワンマンドゥっていうお店です。南大門市場の代表的な食べ歩きの一つで、これはもう絶対に食べようと決めてました。似たような名前のマンドゥのお店が実は近くにあるんだけど、そこは6個入りとか4個入りからとかしかなくて、1個で売ってなさそうでした。それに対してここは1個から食べれるから食べ歩きに最適ですね。マンドゥの種類は牛肉にカルビにキムチと3つの種類があり、今回は王道の牛肉のそぎマンデを1つ注文します。ちなみに1個で1500ウォンです。大きさは日本のコンビニにも売ってある肉まんとさほど変わらないかな。味わいとしては皮がもちもちしていて
薄皮なのが韓国のマンジャの特徴。日本の肉まんは半生地が厚めだから、そこが韓国のマンジュとは違うポイントかな。中には牛肉や野菜が詰まっていて、ここの味わいは結構日本の肉まんと似ています。だから味自体にはそんなに違いは出ていないかな。今回食べたのは蒸したてほやほやのマンジュだったから、熱々でかなり美味しくラッキーって感じでした。代表的な食べ歩きのお店なんだけど、僕は特段感動するほどの味を持ってるかどうか問われるとちょっと難しいかなって思いましたけど、記念に買って食べるのはありだなって感じるまんじゅうですね。そして最後に訪れるのが麺を立ち食いできるお店に行きます。人はもうたくさんいるこちらのお店、ダムソン分宿というお店です。なぜこのお店が気になったかというと、キムチカルグクスが2000ウォンという破格の安さだったから。あったかい麺を2000ウォン、この安さで食べれるなら買う価値ありでしかないと思い訪問です。特にレスとかなくて適当に場所が空いたら体をねじり込ませパパッと注文します。そして自分が食べる範囲の場所をしっかり確保する。これで完璧。もう作り置きしてあるからなのか、注文したら速攻出てくるキムチカルグクス。ざく切りのキムチとそうめんのような麺がどさっと入った麺料理です。味はもう言わずもながら普通中の普通。キムチのピリッとした味がちょっとスープに出てる感じの薄味で、また麺はそんなに味はないです。それでも寒いからこのあったかいスープはすごく美味しく感じる。これは冬の寒い時期限定の美味しさだって強く思いましたね。ただ意外にも量はある方なので、これで2000ウォンならまあ十分いいんじゃないかなって思う。チャームゴッサミだ。そんなわけで今回6店舗のなんでもシジャンを食べ歩きしました。そして今回も正直な評価をつけると、良き、機会あればまた行きたいなって感じの評価です。野菜ホットクはとびきり美味しかったんですけど、他のものはまあまあいい感じかなっていう程度でした。ただ日本語どこにでもあって、日本人でも食べ歩きはすごくしやすい場所だから、市場で食べ歩きしてみたいなって方にすごくおすすめです。それではご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョー。